メゾン・マルタン・マルジェラの実店舗、メゾン・マルタン・マルジェラは、ベルギー出身の同名のファッションデザイナーの製作による、1988年設立の、フランス・パリ発のファッションブランド。夫人、紳士向けの既製服をはじめ、各種アクセサリーや香水などを展開している。創立者にして、そのデザインを長年にわたり、担ったマルタン・マルジェラは、 デビュー当時こそ、コレクション等に顔を出していたこともあったようだが、次第に、公の場に姿を見せることはほとんどなくなっていき、その素顔を知る人物は、ファッション業界関係者でさえ極少数。雑誌のインタビューもファックスで質疑応答するなど、ミステリアスな存在として知られてきた。2008年に引退しており、このブランドとはもう関わっていない。 ジョン・ガリアーノのクリエイティブディレクター就任を経て、2015年より、ブランド名を、メゾン・マルジェラに変更している。ファッションデザイナーのマルタン・マルジェラが、自身のレーベル、メゾン、マルタン・マルジェラとして1988年に設立、翌1989年のパリコレクションでデビューした。2000年に、初の店舗を、日本の東京に、開業、2002年には、 ベルギーのブリュッセルとフランスのパリにも開業した。2002年をもって、オンリーザ、ブレイブグループの参加となり、それに伴い国際的な店舗展開が、本格始動。パリシャイオーグルのスイートルームの内装デザインを、皮切りとしてファッションのみならず、インテリア分野へも、進出。2011年には全内装を手掛けたホテル、ラメゾン・シャンゼリゼが、 パリの最高級地区にあたるハックに新規開業。2014年には、クリスチャン・ディオールの仕事などから知られる、ファッションデザイナーのジョン・ガリアーノを、クリエイティブディレクターに迎えている。設立者にして、デザインを担当してきた男性マルタン・マルジェラは、1957年4月9日、ベルギーのヘンクに生まれた。1977年に、アントワープ王立芸術学院へ、 入学、1979年に卒業。アントワープの6人と呼ばれるデザイナーらとはこの学校の同期にあたり、故に、この6名、すなわちダーク・ビッケンバーグ、アンドゥムル・メステール、ウォルター・バン・ベーレンドンク、ドリス・バン・ノッテン、ダーク・バン・セーヌ、およびマリナイラらと並び称されることがある。このアントワープの6人の面々同様、 自身も1980年代のパリコレクションで一世を風靡していたコムデ・ギャルソンの影響を受けることとなった。1984年に干渉したジャンポール・ゴルチエの賞に感銘を受けてゴルチエのアトリエに入ることとなる。以後、ゴルチエの下で1987年までデザインアシスタントとして働いた。1988年に 自身のブランドメゾンマルタンマルジェラを立ち上げパリコレクションでデビュー1997年から2003年にかけてはファッションブランドエルメスのデザイナーもになった1997年に撮影された一枚を最後に写真が一切出てこないなどその経歴を通してミステリアスな人物として知られていたブランド マルタン・マルジェラを参加に置くディーゼル代表者のことによれば創立20周年にあたる2008年のコレクション以来ブランドマルタン・マルジェラとの関わりはなく引退状態にある現在マルジェラの服や小物には通称カレンダータグとも呼ばれる0から23までの数字が明記された白地の布が縫い付けられておりこのタグからコレクションラインを読み取ることが可能となっている この表記方法はメンズラインがコレクションに加わった1999年頃から採用されている。レディースコレクションのみの時は現在のコレクション一同様に何も書かれていない白い布が縫い付けられているだけであった。数字が表す一覧は下記の通り。デザインの方向性としては反モードを掲げており、中でも 軍服のリメイク品や中古ジーンズに白ペンキのペイント等の作品はポペリズムと呼ばれた。それまでのきらびやかで優雅な雰囲気を持つモードとは対局のコレクションとしてデストロイコレクションとも呼ばれ以降マルジェラの代名詞ともなった。また過去には畳むと四角になる服などのデザインでコムデギャルソンと合同でショーを行ったこともあった。コレクションでは モデルに頭からすっぽりと布をかぶせて顔を見えなくさせたり、また服ではなく服を印刷した看板を首から前後にかけたり、コレクション中 BGM を一切流さないなど、とにかく斬新なショーを展開し、一躍脚光を浴びた。しかしその注目度とは逆光する様に、メディアへの露出は極端に減っていった。RAF マンズ1989年の マルタン・マルジェラのファッションショーに影響される。ハイダー・アッカーマン大敗的なムードに影響される。初期から日本での売り上げは多く、進出当初からの大取引先にあたる仙台、リボルーションとの関係は有名。店舗によって扱うコレクションラインは異なる。その他、セレクトショップでの扱いもある。2000年9月、日本の東京、エビスに、路面店。 マルタンマルジェラ東京を開業。これはこのブランド発の基幹店でもあった。2011年には、広島市内に中国地方発の直営店が開業。さらに、九州地方発の直営店が大分市内に開業。翌2012年には、中部地方発、日本国内11店目にあたる直営店舗が名古屋市内に開業している。 ありがとうございます。